で私の話は難しい話ではなくて、私どもが、取り組んでいますその講習会、活動ですね、活動についてご紹介する時間になると思いますので、気楽に聞いていただければと思います。でまずその話す内容ですけども、講習を始める前にというのは今、お話したことになります。で2点目が、JST 科学技術振興機構と NBDC バイオサイエンスデータベースセンターの活動について簡単にご紹介します。特に私どもそのデータ共有の取り組みについてということをテーマとしてやっていますので、それについて簡単なお話をします。で3つ目、主なサービス、私どもが提供していますサービスについてご紹介をします。カタログ、一括検索、データの一括ダウンロードの紹介です。で4点目が、人のデータに関するサービス、これは最近始めたサービスですので、これについてもご紹介をします。また、5番目としてその他のサービスについても、時間があればいくつかご紹介を差し上げたいと思います。で6つ目最後に、私今後 のデータ共有についてのですね、データベースの公開であるとかデータの共有についての話について、今後の見通しでいいますか計画について、ご紹介を、差し上げたいと思います。でこれが先ほど言った、資料の置き場のページですね。はい、じゃあ実際に講習会のプログラムに入っていきたいと思います。でまず最初にその統合データベースの遠隔ということで、ちょっとこれ、画面上で非常に小さくて見づらいかもしれませんけども、簡単にご紹介をしますと、2000年ぐらいからですね、ずっとこの流れに書いてあるんですけども、ライフサイエンス部会科学技術委員会というところでゲノム情報科学におけるワークの戦略についてということで、そのための人材の育成であるとかデータベースの構築、情報解析技術の3つの観点から、推進戦略が提案がされたということで、それを受けまして翌年に JST 科学技術振興機構にバイオインフォマティクス推進センター、BIRD という組織が立ち上がりました。でさらに、その後2004年に、ライフサイエンス委員会データベース整備戦略作業部会というところで、我が国におけるライフサイエンス分野のデータベース、整備戦略のあり方についてというようなことで、戦略委員会の設置、ポータルサイトの構築、統合データベースのための技術開発、人材育成を、緊急に取り組むべき課題として、提言があったということで、それを受けてまた2006年に情報システム研究機構を中核機関とした統合データベースプロジェクトが開始されるとともに、その他 その農水であるとか経産、経済産業省ですね、の方でも統合データベースのプロジェクトがまた、ちょっと別個のような形で進んでいくというようなことがありまして、またそれを受けまして、ライフサイエンス PT で統合データベースタスクフォースという中で、ライフサイエンス統合データベースセンター、これは先ほどお話が、していただきました内藤さんであるとか、これからお話をする、中里さんが所属している DBCS という組織なんですけども、そこと、その前にできていた、BIRD という組織が、一体となってその運用を進めていくというようなことになってなりまして、さらに2011年一番最後のところですけども、それを発展するような形で JST にバイオサイエンスデータベースセンター NBDC という組織ができてきたというようなことになります。でここで組織の名前で、NBDC とか DBCL とかちょっと分かりづらいこと組織が立ち上がっていて、 BIRD っていうのはもう発展的に解消したいわけなんですけども、現在は、DBCL 組織と NBDC 組織が、統合データベースのプロジェクトの、を担っているわけなんですけども、皆さんこれちょっと分かりづらいなってことがあると思うんで、厳密にちょっと説明するのは、この場では割愛しますけども、DBCLS が、主にその統合データベースとか データ共有に関する、技術の開発の研究をメインにやる組織でして、NBDC はその研究成果を、普及させる、あるいはその立案する、あるいはファンディングをするというようなことで、大体その、仕事を分けていますけども、お互いがその共同研究という形をとっているので、一体化して、このプロジェクトを進めているということになります。
で、データ共有することの意義についてちょっと簡単にまとめてみました。まあ、データ共有、要はデータを公開することの意義なんですけども、これはもう科学の世界では本来、第三者と共有するべきものであるというようなことが、まあ、一般的によく言われていまして、まあ、それぞれのそのことに関係します、まあ、キーワードをちょっと書いてみたんですけども、まず再現性、これはその科学技術データであっては、もちろん持ってなきゃいけない性質だと思うんですけども、再現性がちゃんとなきゃいけない。で、透明性っていうのは、これはその第三者がそのデータに、まあ、優しい方法で、たどり着けるというようなことになってなきゃいけない。要は透明性を確保しなきゃいけないということです。で、あと再利用、誰かが作った、データを、また別の人が、新たにその解析をするとかというようなことをして新しい発見につなげていくというような、ことができるようになってなきゃいけないということ、またそのための技術、大量データの中から知識を発見するようなマイニングの技術の開発が、進められるであろうということです。で、もう少し平たく言ってしまう と、法的な資金、要は税金を使って研究しているものに対しては、もちろんその市民が、平等で、活用しなきゃいけないというようなものだと思うんですけども、二度手間になると、要は前やったものがまた、公開されずに分からなく漏れてしまっていると同じような研究を、税金を使ってやってしまうというようなことがあると思うんですけども、そういうことがないようにというようなことも含めてデータは公開すべきであるということが、これはその我が国だけではなくて世界的なそういった流れになっているということです。で、その具体的な例を示したのはこちらの資料になるんですけども、2013年 G8 の科学大臣会合の共同声明の中で、論文のオープンアクセス化に加えて研究データのオープン化を進めようという話がもう世界的に進みまして、我が国でも内閣府を中心にその議論が進んでいます。で、そのデータを公開するにあたっては、そのアカデミアの世界だけじゃなくて産業界にも広く公開することによって新しいイノベーションにの創出につなげていこうというようなことが今内閣府で検討している、まあ、オープンサイエンス、あるいはそのオープンデータとかというようなことの取り組みになります。で、私たちの、JST とか NBBC の、もうちょっと広い意味でどういう仕事をしているのかということを、簡単にご紹介をします。まあ、皆さんその JST と聞くと、まあ、今回、この講習会に、参加されている方のほとんどが、ウェット、まあ、実験をされている方だと思うんですけども、まあ、JST と聞くとおそらくそのファンディング機関であるというような思いを持っておられる方が多いと思うんですけども、実際にそれが大きな役割の一つではあるんですけども、それ以外にも、科学技術イノベーション創出に向けた研究開発戦略の立案というようなことをしています。で、2番目がこれが、ファンディングに関わるようなことでして、もう一つ大きな柱として、科学技術イノベーション創出のための基盤形成というようなことがございます。で、これは要はデータベース作りが一つの大きな仕事になっていて、特にそのうちの知識インフラの構築というのが、データベースを開発してそのデータベースで情報を提供するというような役割が、JST にはあるということです。で、その中でも、ライフサイエンスデータに関しましては、私どもバイオサイエンスデータベースセンターが中心となって、データの公開を進めているということになります。で、 JST の中の一つのセンターでして、今2011年にできた、これも比較的新しい組織になります。で、どういうミッションがあるかというと、生命科学分野のデータベースを使いやすくするというようなことで、戦略の立案であるとかデータベースの充実、データの公開、あと国際連携というようなことを仕事として行っています。で、もう少しちょっと具体的な話を、しますと、じゃあデータ共有、データベースの公開、データの公開にあたってどういうことをしているかというようなことををちょっと漫画で示したものなんですけども、こちらの資料は、配布したNBDC のパンフレットの中に細かく書いてあるので、ちょっとこのスライドでは細かい字が見えなくて申し訳ないんですけども、そちらの方また見てもらえばいいと思うんですけども、まあ、先ほども紹介したように NBDC
と DBCLS という組織が、まあ、よく似たような組織があるんですけども、DBCLS が主にその研究開発を進めていて、そのための、ファンディングをしてたり、あるいはその、得られた、情報といいますか、その、成果を公開する、普及するということが私どもの大きな仕事になっているんですけども、まあ、そのための、開発の方を DBCLS と共同研究という形で、まあ、進めているということになっています。もう一つ、この下の方にファンディングプログラムということは書いてありますけども、これはその分野ごとのデータ統合を進めるために、その各分野の、まあ、取りまとの先生にお願いをして、その分野の統合のデータベースを作っていただいているというようなプログラムで、そこにファンディングをしているということです。例えば、まあ、微生物の分野であったり、メタボロームの、分野であったり、植物であったりというようなことで、だいたい今まで、この頃、ファンディングプログラムは、3年目、4年目、5年目ぐらいなんですけども、これまでだいたい13件ぐらいだったと思いますけども、13件ぐらいの、分野に対して、そのような統合データベースのプログラムを進めていただいております。で、こういった形でその各分野のデータベースを、の統合を進めているんですけども、まあ、私どもの、その統合データベースの大まかな形っていうのは、一つのデータベースの器にそのデータを全部入れるっていうことではなくて、まあ、それぞれのデータベースの拠点を生かしながら、それをうまく有機的につないで、統合を進めていこうっていうことで、連邦型統合データベースを目指しているというような、形をとっています。でこの資料は、生命科学分野のデータベースに対する要望について、まあ、こういった講習会でありますとか、まあ、様々なその展示会と、ユーザーの方、また、研究者の方々に話を伺って、どういったところが問題になるのか、あるいはどういった要望があるのかというのをまとめた資料、スライドになります。まず一つ、どんなデータベースがどこにあるのかよくわからないと。で、欲しいデータがすでに誰かが作っているんじゃないかというようなこともわからないし、それが公開されているかどうかもわからないというのが一つ。で、二つ目、複数のデータベース内を横断的に検索できないのか。で、まあ、多分実験研究者の方は、実験データが出てデータベースを使うというのが今の研究のその、サイクルの中で必ず出てくると思うんですけども、一つのデータベースを使って終わりということではなくて、おそらくいくつものデータベースを使ってというようなことになるかと思うんですけども、その時に複数のデータベースを、訪れてやるというのが非常に面倒くさいので、一括でそういったデータベースに対して検索ができないのかというようなことであるということだと思います。あと特許とか文献に関係するその様々な異なった種類のデータベースに対しても一括検索できるようになればいいというような要望をいただいたりしています。で、3つ目は、まあ、検索するとそのデータ、データベースの中のデータの一部の情報が見れるんですけども、そのデータそのものをまるっと欲しいと、例えば、自分の実験して得られたデータをデータベース化するんだけども、そのデータベースにその他のデータベースのデータもちゃんとくっつけて、また新しい知識の発見につなげたいという要望もあるかと思うんですけども、そういったためにそのデータセットそのものを使いたいという要望があるということです。で、それに対して実は私たちは、対策といいますか対応を取っていまして、一つが、どこにどんなデータベースがあるのかということが分かるデータベースのカタログ、データベースのカタログであったり、データベースを横断的に検索できる、データベースの一括検索というインターフェースを作ったり、あと、データセットを丸ごと取得するための、データ一括ダウンロードのサービスというのを、提供をしています。で、今回この、私のプログラムの中ではこの3つの、サービスについて、ちょっと長い時間をかけてご紹介をすることになるかと思います。で、後から具体的にその3つについてはご紹介します。で、その具体的な、今の3つのサービスに、入る前に、じゃあ実際そのデータを、まあ、見つけてきた場合に、その利用するときにまたいくつかの問題点があるというようなことがあるかと思うので、それをまとめてみました。で、一つは、まあ、自分がこのデータベースが使えそうだなということが分かっても、実際にそのどのようなデータが入っているのかよく分からないというような、ことがあると。例えばそのデータの、項目の説明がバラバラであったり、
あるいは何もないというようなことがあるというのが一つです。で、そのために私たちはまず一つ、データのフォーマットの標準化を進めていこうということをしています。で、さらにそのデータの説明の文、説明文をちゃんとつけてやる。で、さらにその説明文の書き方を標準化する。要は、このデータベースとこのデータベースの違いは何なのか比較しやすいように同じ項目を立ててやってそれぞれについて、その、中身をちゃんと、統一した、記述で、紹介をするというようなことをしています。で、2つ目が求められたデータが、入っているのか、というようなことですけども、要は、あそこの研究室であんなことやってたけどその成果ってどこで出てるんだろうねみたいな話があると思うんですけども、先のその、オープンサイエンスという話があったように公的資金で作られた、データについては、まあ、今後、もうオープン化していくというような話になっていますので、まあ、そのために公的研究についてはもうそのデータを、ちゃんと公開してもらうようないろんな仕組みであるとか、そのための受け皿というのを私どもは今、準備をしているところです。で、3つ目、じゃあ実際にそのデータを見つかって、これが使えそうだってことが分かったけども利用するにあたってこれどういうその許諾許しを得て使っていいのかというよく分からないと、使うときにお金がかかるのか論文に引用するしてもいいのかまた論文に引用する場合にどういうふうに記述したらいいのか、商用利用してもいいのかで、あとはその、新しいその元のデータベースから二次データベースを作ってもいいのかどうなのかってことがよくわからない。で、通常はこのデータベースに対してその利用許諾とかライセンスの文書が書いてあって、それがまあ、日本のものだったらまだいいかもしれませんけども、それが例えば外国のものだと英語で書いてあってさらにそれ法律的な文書があって、それをちゃんと読みこなせていかなきゃいけないというような問題が、あったと思うんですけども、それに対しても利用条件の標準化、というようなことを進めているのとともに、まあ、それをもちろん書くというのが最低条件なんですけど書いていって、実験研究者の人が、パッと見て分かるような利用条件の記述をデータベースにつけていこうというようなことを進めています。で、実際にその利用許諾、ライセンスの記述のところを何を使っているかということなんですけども、私たちはクリエイティブコモンズという、ライセンスを使って、データベースに対してこのライセンスを使ってそのデータベースをどのように二次的利用できるかということを、研究者が分かりやすいような、形で示すようにしています。で、このクリエイティブコモンズにつきましてはこの下のところにこういったマーク今6つのマークが、このスライドの下に書いてありますけどもウェブのコンテンツの中で最近よくついているので目にすることは非常に多いかと思うんですけども、これについて簡単にご紹介します。まあ、これに対、このクリエイティブコモンズのマークをその各データベースにつけるということをしているわけです。で、そのクリエイティブコモンズの種類なんですけども、基本的にその4つのマークがありまして、その4つのマークの組み合わせで下の、6つの利用条件にまとめられるんですけども、1つがその表示というもの。表示というのは、これはその、著作者、まあ、データベースを作った人が、他の人にデータベースを使ってもらうときに、例えばその著作者の名前であるとか URL であるとか所属機関であるとかそういったものをちゃんと表示してくださいよというようなものを求めるときにつけるマークです。で、その下の改変禁止というのは、使ってもいいけど元の作品を変えないでねと改変しないでねという条件をつけるもの。で、あと非営利、これはその、商用利用には使わないでねというようなもの。で、4つ目ちょっとこれ分かりづらいんですけども元と同じライセンスでもって、新しい作品を作る場合には元の作品と同じライセンスでデータを公開してねということでこの4つを組み合わせて下の6つのマークがあるんですけども、この左に行けば行くほど実はライセンスが、利用者からすると、まあ、緩いといいますか使いやすいものになっていて例えばこの一番左のものはCC バイというような言い方がクリエイティブコモンズのバイト表示というような、言い方がされることがあるんですけどこれは、この、マークがついている例えばデータベースを見つけてそのデータベースを使いたい場合にはその、使う人は、元の作品の
著作者の名前であるとか URL を表示さえすれば、著作者に、特にその断りもなくても自由に使えるというようなマークであるということになります。ですからその、研究者の人がそのデータベース、他の人の作ったデータベースを見て、あ、このマークがあればクレジットを表記しさえすれば自由に使っていいんだなということが分かるわけです。でもちろんその細かいライセンスの文章等もあるんですけども、基本的にそういった、データベースであるというようなことが分かるということで、かなりそういった意味で二次的利用を促進するといった意味では、ハードルを下げているというようなことになっているかと思います。でその他のマークにつきましても、この4つのマークを組み合わせて、作品の、を利用する場合の、条件が分かるようになっていると思います。で実際に私たちその NBDC で、進めているそのデータベースにつけるクリエイティブコモンズのライセンスなんですけども、まあ、主に先ほど言ったその、CC BY という紹介した比較的緩いもの、さらにもう一つちょっと、利用度が低くはなるんですけども CC BY SA といったものを中心にデータベースのライセンスとして使ってもらうようなことをしてデータの共有化を進めているということになります。でさらに、一番その自由度が高いものは CC0 というもので、要はパブリックドメインというもので利用条件なく自由に利用可能であると。でこのマークがついていれば特にそのクレジット、元の作品のクレジットを表記することなく、まあ、勝手に使っていいというようなものになっているわけです。まあ、こういったその分かりやすい、標準化されたマークをデータベースにつけるというようなことをしてデータベースの共有を進めているということになります。じゃあ実際に私たちのサービスについてご紹介をします。で先ほど3つのサービス、対応を取っていると、データベースの利用にあたって、まあ、いくつかの問題点があって、大きく3つあると話をしましたけども、その3つについて順番に紹介をします。でこれがNBDC のポータルサイトになります。Google 検索で、NBDC とやると多分一番上に出てくるので、そこで入っていただいてもいいですし、bioscience.dbc.jp というようなものをタイプして、アクセスしていただいてもいいです。でここにあるデータベースは、大体40種類ぐらい、データベースとかウェブサービスを含めまして40件ぐらいのものがあるんですけども、生命科学系のデータベース関連の情報がまとめられていて、登録の必要がなく無料で、どこからでも、誰でも使えるようなサービスになっています。でこのページを見ていただいて、今日はこの3つについて主にお話をするんですけども、カタログと一括検索とデータの一括のダウンロードといったものを紹介をしていきます。ここをクリックすると、そのページに行くので、またこのページも、まあ、戻りやすくしていただいてあるといいかと思います。じゃあ順番にご紹介します。どこにどんなデータベースがあるのか分かりやすくしたデータベースのカタログについてです。で、私もそのデータベースのカタログについては、インテグバイオデータベースカタログという名前で紹介をさせていただいています。で、どういったものか概要を紹介すると、国内外の生命科学系のデータベースの所在情報や詳細情報を提供するデータベースのカタログです。収録のデータベースが1500件ぐらいありまして、まあ、国内ものを中心に、まあ、国内ものが多いんですけど、1000件以上が収録されています。で、この各データベースに対して20種類の技術項目を設けて、標準化された形でその情報の提供を行っています。データベースの名前であるとか、URL であるとか、運用期間名、整備集、簡単な説明などの情報をまとめています。あとそのデータベースを対象にしたキーワード検索とかカテゴリーからデータベースを見つけることが可能になっています。で、カタログの情報はダウンロード可能で複製とか改変などが自由に可能である CC0、 要はパブリックドメインという形で特にクレジットの表記もなく使えるというようなものになっています。じゃあ、実際に、データベースカタログの方の説明に入っていくんですけども、まず最初にこのスライドでデータベースカタログの使い方の説明をした後、簡単なその検索の仕方について、ご紹介をしたいと思います。でまずこれがのカタログ
の入り口、先ほどのポータルサイトのこの左の方に囲ってあるところがありますけども、ここからたどっていただくと、これがそのカタログの最初に出てくるページになります。画面の構成をお知らせすると、画面の左の方にあるのがその検索するのに使う検索の窓口であったり、その絞り込みを検索するときのキーワードみたいなものになります。で、真ん中のところがデータベースの一覧になっていて、ここに今このスライドでは1480件となって、だんだんもっと増えていると思うんですけども、その各データベースがここに表示されるようになっていて、一番右の画面のところが新着の情報であるとか更新の履歴等の情報を表示するところになります。じゃあ実際に検索の仕方をこのスライドを使ってご紹介しますけども、例えばこの左の方に、画面の左の方にキーワード的なものが付けられていて、これをクリックすると、例えばいくつかのキーワードがあるんですけども、例えばウイルスというところをクリックをすると、ウイルスに関係するデータベースが絞り込まれます。で、このように、ウイルスを指定してやると、1400件以上と1500件弱あったデータベースの中から、そのうちの49件がウイルスに関係するデータベースであるよというようなことで絞り込まれるわけです。で、ここでまた、上の方に、先ほど左の画面の上の方に、全条件をリセットということをすると、元の1500件ぐらいのリストになるんですけども、その下と今度は、ここに例えばキーワードを入力する欄があるので、この例はこのキーワードを入力する欄に果樹というようなものを入れた結果がこちらに今表しているんですけども、そうすると大体6件のデータベースが、この1400件の中に、果樹に関係するデータベースが入っているというようなことで、キーワードを入れたり、あるいはすでに付けられているキーワードを使って、キーワードを入力したり、あるいはキーワードを選ぶことによってデータベースの絞り込みができるような検索の仕方になっています。じゃあ検索されたものを中身をどうやって見るかということなんですけども、これは先ほど家事でキーワードを入力して、絞り込まれたデータベースの一つなんですけども、果樹研究所で提供しているリンゴ害虫生態画像データベースの例なんですけども、ここの画面の見方なんですが、このサムネイル左の方に、オリジナルのデータベースの画像がトップ画面があるんですけども、あるいは、その、真ん中の右のところですね、オリジナル、データベースの名前の、が記されていますけども、これがクリッカブルになっていて、これを、叩くとオリジナルのデータベース下にあるような農研機構の該当するデータベース、オリジナルデータベースを見ることができます。で、さらにこの詳細へというのが、説明の後についてますけども、これを叩くと、私たちがカタログとしてまとめた、記載内容を見ることができます。で、実際にどういうふうにまとめられているかというと、これもちょっと画面が小さくて申し訳ないんですけども、データベースの名前であるとか、URL であるとか、運用機関名であるとか、どこの国で運用されているものであるかとか、簡単な説明であるとか、生物種の情報というようなことで、これがその先ほど言った大体20項目ぐらい共通の枠組みで共通の言葉を使ってまとめているというようなことをしています。で、先ほどもちょっと紹介したように、この、カタログにある情報は、ダウンロードできるようになっています。で、ダウンロードするにあたってはこの右の方の、画面の方のダウンロードというところがあるので、これをクリックしてもらうと、こういったウィンドウが開きます。で、そこで一番最初に見ていただきたいのが、先ほどからご紹介しているデータベースの利用許諾のところなんですけども、ここにあるマーク、がこれがそのパブリックドメインを表している、要はこのデータベースカタログを使うにあたっては、特にその著作者のクレジットを表記することなく勝手に使ってもいいというようなものであるということです。で、この上のところに、実際にそのカタログの情報を、ダウンロードできる
URI があるので、ここを、選んでいただくと、その文字コードによって2種類のデータが用意されていますけれども、入っている中身は一緒です。文字コードが違うだけで、例えば、SGIS と形と UTF-8 という2種類の文字コードの形でデータを提供していますけれども、Excel で開く場合には確か SGIS じゃないと文字化けを起こしてしまう。で一方でその UTF-8 というのが結構標準として使われているので、現在は2種類の形で情報を提供していますけれども、中身は同じものです。でこれちょっと注意していただきたいのは、今ここで1400件以上のデータベースが収録されていますけれども、ここであるそのパブリックドメイン、利用許諾のところは、その各1400件のデータベースが CC、パブリックドメインで使えるというわけではなくて、このカタログの情報がパブリックドメインであるということなので、個々のデータベースの利用許諾につきましては、個々のデータベースに行って、利用許諾のところを確認してから使うということを、忘れないようにしてください。じゃあ実際にその、データベースカタログを使った、実習をしてみたいと思います。で、それでは実際にカタログのページに行っていただいて、この実習にあるようなことを試してみてください。特に難しい点はないと思うんですけども、分からないことがあったら、問い合わせてください。で、実際には植物とかゲノムとか自分はあまり関係ないよという人がいれば、別のキーワードでやっていただいても構わないので、ちょっとお時間を差し上げるので、ちょっとやってみてください。それは難しくないので、じゃあ簡単に、どういうことをするかということですけども、例えば植物に関係するデータベースに絞り込みたいときには、この左の方に植物というタグが、キーワードがあるので、これを1回押してもらう と、データベースが1400件ぐらいあったものから248件に絞り込まれます。でさらに、植物の、生物種について細かく、さらに分けられているので、それぞれがまたこれをクリックするとそれに絞り込まれるということになります。で、植物のさらにカテゴリーのところでゲノムに関係するもののデータベースが欲しければ、これをクリックすると、先ほどの植物のところに、掛け合わせる形で、データが、絞り込まれます。要はここで今植物とカテゴリーとしてゲノムが選択されているということが分かります。そうすると41件になっています。で、さらに、この稼働状況というのがあるんですけども、実際にこのデータベースが、現在も運用されているかどうか、あるいは、稼働しているかどうかということが分かるものでして、で中には、カタログを作ったときには運用したんだけども、もうなくなってしまって、そのもう更新が止まってしまっているというような、運用自体も止まってしまっているというようなものもあるんですけども、それはカタログとして情報は残っているんですけども、実際のオリジナルサイトには行くことはできません。で、この場合、稼働中のものを選びたい場合には、稼働中というものを選ぶと、若干ちょっと絞り込まれたんだと思いますけども、28件絞り込まれて、さらに国内で運用されているものであるということになると、日本というのを押すと、最終的には19件のデータベース、植物でゲノムに関係するもので、稼働中で日本で運用されているものということになると、19件まで絞り込まれるということになります。であとはデータベースのダウンロードの仕方については、画面のこの右の方にダウンロードというのがあるので、先ほど、見ていただいたような形で、2種類の、文字コードを別にデータがダウンロードできるようになっているので、必要に合わせてダウンロードして使っていただければというふうに思います。そしたら次に行きます。次はそのデータベースの一括検索になります。先ほどもちょっとご紹介したように、複数のデータベースを横断的に検索できるインターフェースっていうのを整えています。で、このデータベースの対象になっているものが、
今500件ぐらい、あります。でこれはちょっと多少増減をします。まあ、新しいものをどんどん加えていくということをしてますけども、中にはそのデータベースの公開が止まってしまうものもあるので、まあ、若干、増減はあるんですけども、500件のデータベースに対して Google のように、キーワードを入れて検索ができるようなサービスです。でこのデータベースの一つの特徴は、検索キーワードに日英相互翻訳機能が備えられていて、例えば日本語で入れたものに対して、辞書で、それに対応する英語を見つけてきて、日本語と英語に対して同時に検索をするようなことができるというものです。あといろんな、まあ、絞り込み検索機能があるので、これについては実際に、まあ、デモを見ながらご紹介をしたいと思います。で、実際にその、横断検索の話をする前に、Google 検索 と、この、生命科学データベース横断検索、私どもが提供している500件を対象にした横断検索のサービスの違いなんですけども、まあ、よく似ているところは、先ほど申し上げました通り、キーワードを検索欄 に、欄に入れて入力をして検索をする点が似ています。何が違うのかというのは、一つは例えば Google でマウスを検索をすると、実際にそのライフサイエンスの研究者の人が Google でマウスなんて検索をすることはないと、まあ、ちょっとこれ一つの例として、紹介をさせていただきたいと思うんですけども、マウスを入れて、まあ、実際欲しいのはその生物種のマウスの情報が欲しいんだけども、実際に検索して見てみると、コンピューターの入力装置であるマウスが出てきたり、昔あったそのコンピューターのメーカーの名前が出てきたりというようなことがあると。要は、自分が欲しい情報が必ずしも、出てくるわけではない、いらない情報もいっぱい出てくるんだというのが一つの問題であるということです。でそれに対して私たち の、 その提供している生命科学系データベース、横断検索というのは、情報源を、データベース、ライフサイエンスのデータベースに限っているので、あまりその、突拍子のないような、予期しない、求めていないような結果が出てくることが少ないというのが一つの特徴です。でもう一つは、その Google がそしたら非常に網羅的に情報を取ってきているというような特徴があって、それが皆さんよく使われている、Google をよく使われている一つの理由になっているかと思うんですけども、ただ、Google でも実際にどれぐらいの量を使っているかというと、公開しているデータベースの情報の中の、Google でも 53.2% で、その他の検索エンジンを使ったものとの重ねを見ると、まあ、実際重なっていないものも結構あるんだというようなことです。でそれに対して、まあ、私どもは、まあ、いろんなその、まあ、Google で検索できないようなものを含めて検索を対象にしているというような、ライフサイエンスに限ってですね、関して、Google で検索できないようなデータについても検索できるというようなことをしているというのが特徴になっているかと思います。でこれがそのどういった情報を収録しているか、まあ、ちょっと古い例なんですけど、まあ、こういったものを収録して500件ぐらいあると。でこれから実際に横断検索の使い方をご紹介しようと思うんですけども、このポータルサイトのところに横断検索のページがあって、そこにその、行けるようになってるんですけど、今回はそれはちょっと使わないでください。というのは、今回50名ぐらいの人がこの講習会に参加されていて、一度に全部その、検索をかけてしまうと、ちょっとサーバーに負担がかかってしまうので、ちょっと今回はやめてもらって、その講習会用にちょっとサイトを立ち上げたので、それを使ってください。でさらにそれを2つに今回分けています。この画面見ていただくと、スライド見ていただくと分かるんですけど、1と2に分けていまして、この今皆さんが座っている方で、右側の方に座っている人は1を使ってもらう、左側の方に座っている人、この真ん中を中心、境にして、右の方に座っている方は1を使ってもらう、で左の方に座っている方はちょっと2を使っているって方で、ちょっと負荷を分散しようと思いますので、ちょっとご協力の方お願いします。でこの検索講習会用のサイトの引き方なんですけども、最初にご紹介をした、この、講習会のページのところに、今ちょっとこの画面上では古い情報なんですけども、講習会用の横断検索のサイトに行くリンクが貼ってあるので、そちらから行っていただくと分かりやすいかと思います。
こちらですね、ここに横断原則1と2とあるので、まあ、それぞれ、右に座っている右側に中心から見て、前に向かって、右手側に座っている方は1を使ってもらって、今回は左側に座っている方は2を使ってもらうということを、ちょっと分散したいと思います。で、ここまで実際にその講習会のサイトに行けない方っていらっしゃいますか？ちょっとまだ分からない、たどり着けないとか。大丈夫そうですね。じゃあそれでは実際に横断検索の使い方を実際に私もこのウェブの方に入って、紹介をしたいと思います。で、まあ、使い方なんですけども、先ほど申し上げました通りキーワード検索をする Google のようにするということで例えば、資料の方ではインフルエンザと書いてあるのでそのように同じようにしますとでインフルエンザと入れると、そのインフルエンザを、含む検索のその候補のものが、サジェスト機能というと思うんですけどもそういったものが出てきますで、必要なものがあればそれを選んでもらう、まあ、今回はちょっとインフルエンザでやりますで、検索をするわけなんですけどもここではその下のところでデータベースとヒット件数という2種類の選択肢が、オプションがあるんですけどもこれはちょっと口で説明するとあまりよくわからないところもあるので実際にその検索をしてみてその結果を見てもらうと分かりやすいと思うので、まあ、とりあえず今はその今データベースの方になっているのでデータベースを指定した場合にどういった検索結果が出るのかっていうのを見ています。そうするとインフルエンザと入れて検索をするとここにその、データベースでどういうふうに引っかかってきたかっていうのが分かるようになっています。でここで、今黄色でハイライトされているちょっとスライド上では見にくいんですけどもインフルエンザが、検索の言葉として使ったインフルエンザが引っかかってきているとともに英語のインフルエンザに対してもこのようにちゃんと検索対象になっているということが、分かると思います。でこれはまあいわゆるその、データベースの中のどこに引っかかってきているのかということが分かるようになっているとともにでここの、表し方なんですけどもここはその統合、テレビの、NCBI のタクソノミーブラウザを使ってというコンテンツで引っかかってきているということを表していてその元のデータベースが統合テレビというデータベースであるんだとちょっと逆の良かったかな統合データベースというデータベースの中の、このゲノムブラウザを使ってというコンテンツの中で引っかかってきていますよということが、を表しているわけです。でこれをクリックすると実際にその引っかかってきた対象のデータベースの方をに見に行くことができる。ちょっと時間があった。ここで引っかかってきているということです。でまあずっと下まで見に行くように、まあなんかこの今。検索結果は、まあ、ある意味本当に Google と似たようなインターフェースの形を、まあ、取っているということが分かるかと思います。で、この画面の右の方に、いくつかまた絞り込み検索みたいなことができるようになっていて例えば思想ラスというその、言葉と言葉の関係を表した要は類語辞書みたいなものなんですけどもそういった、情報もここに提供されていてインフルエンザと入れてそれに関係する関連する言葉がリストアップされていてさらにこれがクイックアブリになっているのでこれをクリックするとインフルエンザではなくて例えば人インフルエンザで検索を、まあ、し直すってこともできるようになっています。あと外部リンクっていうその他のデータベースに対して今この入力したキーワードを使って、検索を、しに行くこともできるようになっています。例えば今インフルエンザと入れたと思うんですけどもインフルエンザという言葉を使って、まあ、パブメドの検索をする場合にはこの外部リンクっていうのをすると、直接そのパブメドの方の検索結果が出てくるというように、なっています。
でここまではまあそんなに難しい使い方でもないし、まあ、Google と同じように使っていただければいいかと思います。でまた同じように、今度はこのオプションのところでヒット検索というのがあるので、それもちょっとついでにご紹介をしておきますと、ヒット検索っていうのを、ヒット件数っていうのを選択して検索をする場合ですけども、あ、ちょっとおかしいな。今実際講習会用のこの検索サイトっていうのはデータベース、今まで本来でしたら500件ぐらいのデータベースを対象に検索をしているんですけども、これは20件ぐらいちょっと絞り込んで検索をかけるようにしています。まあ、検索の時間の短縮等ということがあるので20件ぐらい絞り込んでるんですけども、その中のどういうふうに当たっているのかということを結果を直接そのデータベースの先ほどのどこに当たっているのかということをダイレクトに出すんじゃなくて、そのデータどのデータベースの分野のところに引っかかっているのかということが分かるようになっていて、例えば、講習会用の、中の例えばこういったデータベースで、まあ、ゼロ件なんですけども、データベース日本の生命科学データベース政策というようなところには24件引っかかっているというように、まあ、どういったカテゴリーに何件引っかかっているかというそのヒット件数をまず表して表示をするといったのがヒット件数を選んだ場合の検索のインターフェースになります。で実際にはもう細かく見ていくと最終的には先ほどのお見せした検索の内容、検索結果と同じようにどの部分が引っかかっていてどのデータベースのどのコンテンツのところで引っかかっているのか分かるようになっていて実際のデータベースに飛べるようになっているというようなものです。で今説明したのがこのスライドのですね、このあたりをずっと説明をしてきたんで、ちょっと細かいところは飛ばしちゃってると思います。ちょっと補足で紹介するところはちょっとスライドを使って紹介をしたいと思います。これが最初の横断検索のトップ画面なんですけども、先ほど申し上げました通り、ちょっとこれ画面がちょっと薄くなって見にくいですけども、ここにそのキーワードを入れる欄があるんですけども、この画面の上の方には、ツールバーっていうのがあって、そこにはヘルプのページであるとか、データベースの一覧、500件のデータベース、どんなものが収録されているのかっていうことが分かるようになっている、なっています。あと、スマホとか、そういったそのモバイルツールでも使えるようなバージョンが、ここからリンクしていくことができるようになっています。で、その他としては、検索のところで詳細検索というようなことができるようになっていて、これもちょっとさっき紹介しなかったんですけども、例えばインフルエンザを入れた後生物種を限定するとか、データベースの公開時期を限定するとか、まあ、そういったちょっと絞り込んで検索をするようなことができるようになっていますけども、まあ、通常は、まあ、詳細検索を最初使うというようなことはなくて、まあ、ざっと検索をしてみてあまりにも検索件数が多いときには絞り込むというような使い方をしていただくことになるかと思います。はい、でこれがちょっと皆さんに試していただきたい実習の内容なんですけども、実習の5番と6 5番については今、データベースの使い方の紹介のところで、まあ示したのでいいかと思うんですけども、まあ、6番、7番、8番については、ちょっとじゃあ私の方でこの今、実際にデータベースの方を使って検索をする流れをお見せしたいと思います。
で、インフルエンザでちょっとまず検索にちょっと戻りますけども、した後に、先ほどちょっと紹介したんですけども、この画面の右の方に外部リンクっていうのがあるんで、この外部リンクを使ってどういう検索ができるのかってことを紹介をしたいと思います。今、インフルエンザと入れたんですけども、まあ、今、だいたい10個ぐらいの外部リンクの、外部リンク先がありますけども、その中にその J グローバルっていうのがあるんですけども、ちょっとこれはあの JST の提供しているまあ、データベースなんですけども、ちょっとこれはあの手前味噌なんですけど、紹介をしますと、これはその、科学技術情報全般に対する横断検索をするサービスで、まあ、どういった項目を検索かけれるかっていうのが、ちょっと下の方に見てもらうと分かるんですけども、研究者の情報であるとか、まあ、文献の情報であるとか、特許の情報であるとか、まあ、研究課題、研究機関、科学技術用語、化学物質、遺伝子、資料、研究資源といったような、こういった項目に対する情報を JST の方が取りまとめていて、それをデータベース化して皆さんに公開しているものなんですけども、まあ、J グローバルというサービスがあって、そちらの方に今情報を飛ばしています。で、そうしてこのインフルエンザで、検索をして、その結果今研究者の情報が例えば1272件あるということで、インフルエンザというようなキーワードでどういった研究者の人がいるのかというようなことを、まあ、ざっと、見ることができるようなサービスであったり、特許の情報であったり、どういった機関でそのインフルエンザの研究がされているかとか、その研究課題として、どういったものが出されているのかということが分かるようなこのデータベースになっています。まあ、こういったところに外部リンクとして飛べるようになっているというようなことを今ちょっとご紹介をしました。で、もう一度その、横断検索の方に戻っていただいて、ちょっと遺伝子を使った検索をするときに、まあ、主に遺伝子の名前を使って検索をするということを想定しますけども、今回その用意した例の中で、まあ、SOX2 という遺伝子名を使ってちょっと検索をする例を紹介をします。で、ご存知のように、遺伝子の名前っていうのは、その名前が複数の遺伝子、別の遺伝子で使われていることが非常に多くあると思うんですけども、まあ、そういったことをちょっと絞り込んで検索するような機能があって、今 SOX2 と入れたんですけど、その別名の情報を含めて今2種類のこの遺伝子が実際にこの SOX2 と呼ばれているよってことを表していて、こうそれぞれ選択することによって、まあ、それぞれの、遺伝子のについて書かれた情報に絞り込むことができる。例えば今97件 SOX2 と入れた97件の情報があるんですけども、その中の SRY という方の遺伝子に対する情報が明らかになっているものについて絞り込みたい場合には、これをクリックすると、まあ、今1件しかないんですけども、1件に絞り込まれるということになります。でこの絞り込みの仕組みなんですけども、あんまりちょっと実は難しいことをやっていなくて、NCBI のその GeneID、 要は、その ID を使って、その ID の情報が入っているものについては、その情報を絞り込むというようなことをしています。あまりその複雑なその、辞書を使って、別名辞書とか等を使って絞り込んでいたり、その内容を把握して、絞り込むということはちょっと難しいことはしていないんですけども、まあ、大雑把にこういった形に絞り込みができるようになっています。で、今この絞り込んだデータベースの中の、こういったところで引っかかってきていると。要は SOX2 と入れているんですけども、これはその多分 GeneID に対応するもので、これがあのニュープロットのアクセションナンバーになっているかと思うんですけども、そういった形で情報が登録されていて、そこで引っかかってきているということになります。で、どこで引っかかってきているかというと、ゲノムネットワークプラットフォームっていう、これ多分遺伝研で提供しているデータベースなんですけども、そこの中の、こういったコンテンツの中で引っかかってきてますよということを表していて、実際にその内容を、見に行くと、これはあの転写制御のネットワークで、SOX2 という遺伝子がどういった転写制御を受けている、あるいは、しているかというようなことを表している、まあ、データベースの情報を見に行くことができるというような例を、示しました。
次はそのデータの一括ダウンロードサービスについてご紹介をします。最初のところでちょっとご紹介したように、その通常の検索だと、例えば先に紹介した横断検索だと、そのデータの、検索をして、そのデータの一部を表示するということになると思うんですけども、そのデータセットそのものを利用したいという、立場もあると思うので、それに対応したサービスになります。でこれは、生命科学系データベースアーカイブという名前で私たち呼んでいて、NBDC のポータルサイトからたどることができるんですけども、どういったものであるかというと、国内で作成されたデータベースを丸ごとダウンロードできるサービスで、収録のデータベース件数が103件となっています。若干ちょっとまた増えているかもしれません。103件のデータベースに対して、データが丸っとダウンロードできて利用できるというようなサービスです。で、データのダウンロードがもちろん可能になっていて、さまざまな形式ダウンロードを可能 になっています。特にその CSV というような形で提供されているので、Excel で、開いたりすることができるようになっています。あとデータは、これも先ほど紹介したクリエイティブコモンズのライセンスで、配布しています。で、基本的には CC 表示継承というライセンスで、提供しています。中にはちょっと別のライセンスのものもあるんですけども、クリエイティブコモンズの、利用許諾を使って配布をしています。じゃあ実際にどういった内容なのかということを、またこれもちょっと最初はスライドを使ってお見せしていきたいと思います。アーカイブというサービス、一括ダウンロードサービス、一括ダウンロードサービスというのは、私どもはデータベースアーカイブという名前で提供していますけれども、これがそのトップ画面になります。で、先ほど申し上げましたように、103件のものが今このスライド上では登録されていることになっていますけれども、必要なデータベースを探しに行く場合には、通常はキーワード検索をします。で、ここにキーワード検索をする欄があるので、検索をしていきます。で、実習のページにちょっと飛びましたけれども、OpenTG Gates っていうその医薬基盤研の方、ちょっと名前が先に変わったのかな、厚労省の方の研究機関の方で提供している OpenTG Gates というそのデータベースがあります。で、これはその下にどういったデータベースがあるかということをちょっと下に書いたんですけども、170種類の化合物をラットの個体およびラット人の幹細胞へ暴露した際の遺伝子発現と毒性のデータベースであるというようなものなんですけども、それをちょっと見つけてきて、そのデータの中身を確認する。で、実際にダウンロードした場合には画像のデータ等が含まれているので、今回の講習会ではしませんけれども、そのダウンロードする手前のところまでちょっとお見せしようというふうに思います。使い方ですけれども、先ほど言ったその検索の、キーワードを検索する入力欄があるので、ここに OpenTG Gates というのを入れるんですけれども、Open と入れる途中でもう、実際にその登録されているデータベースが、OpenOPE って、ここに書いてありますけど、それに対応するのが3つしかないので、そこで絞り込まれてくるので、全部入れる必要はないんですけども、ここに一番下に OpenTG Gates っていうのがあるので、今回これを使ってご紹介をします。で、まず最初に見ていただきたいのが利用許諾のところでして、このデータベースを使うにあたって、どういったことが、求められているのかっていうことを確認をしてもらうということになります。ここで分かるように、CC 表示継承という形で、となっていきます。で、これをクリックするともう少し詳しい利用許諾について、説明が書いてあって、このデータベースを使って、もし、研究者の人が新しいデータベースをまた、公開をするといった場合には、オリジナルのデータベースが OpenTG Gates ですよというようなことを記述するという、そのクレジットの表記の仕方であるとか、求められていることであるとか、実際にその利用するときにできることっていうのが、言葉として書いてあるわけです。で、先ほどもご紹介しましたとおり、このマークを見ると大体どういうふうに使えるのかってことが分かるわけで、この CC、 この、真ん中のマークですけども、CC、表示継承 SA と書いてあるものなんですけども、これは、
要は、新しい二次生成物を作ってデータベースを公開する場合も同じこのライセンスを使って公開をしてくださいとを求めるというものなので、皆さんがこのデータを使ってデータを公開する場合には CC by SA という形で公開をしてください。で、実際にそのデータの中身を見に行くわけなんですけども、今 OpenTG Gates のこのところ、サムネイル図のところと名前のところ、これをクリックをすると、データベースの説明のページに行きます。で、下の方にオリジナルサイトっていうのがあるんですけども、これを、叩くと、これを選択をすると、オリジナルサイトの方に行きますけども、今回は、アーカイブの中でどのようにデータが登録されているのかっていうのをちょっと見てみます。で、これが今、選んだ、結果、表示されているその OpenTG Gates というものについての説明のページなんですけども、カタログと同じような、まあ、今同じような書き方共通化を進めていますけども、こういった情報でまとめられています。で、実際にじゃあダウンロードする場合にはどうするかというと、このダウンロードという項目があるのでダウンロードというボタンを押します。ただこれ直接ダウンロードをしても直接そのダウンロードが始まるわけではなくて、一旦そのダウンロードのページに行ってそこからダウンロードすることになります。で、実際に OpenTG Gates というデータベースの中には、このように大体12個ぐらいのデータセット、データの集合があるので、それごとに必要なものを収集すると、ダウンロードしたり見に行くってことをするわけです。で、この中で例えば、そうですね、実際にここのデータファイルってところを、選択してもらうと、もうダウンロードが始まってしまうわけなんですけども、この、右の方の項目のところに検索&ダウンロードっていうのがありますけども、これは、データをちょっと中身をちょっと見て、それから自分が欲しいものかどうかというのを確認してダウンロードするものになります。で、真ん中のところの、戻りますけども、データファイルという真ん中の項目から選ぶ場合にもデータが分かっている、中身が分かっている場合にはこちらを使えばいいですし、データの中身がよく分からない場合には右の検索&ダウンロードから行くということになります。で、実際にどういう情報を、検索&ダウンロードのところで、提供しているかといいますと、まあ、こういった画面が出てきます。表形式になっていて、まあ、こういった情報が入っていますよってことで、これちょっとまたちょっと小さくて申し訳ないんですけども、テーブル内でちょっと絞り込みができるようになっていて、どういう絞り込みができるかというと、そのテーブルの中にどういった情報があるかってことなんですけども、例えばここで今検索をしている、ちょっと字が小さくて申し訳ないですけども、ハイパトロフィー、要は肥大みたいな言葉を使って、その病理所見で、肥大が認められた、データセットを、データをちょっと見に行こうというようなことをする場合にここで使っていくと、まあ、この検索結果も出てるんですけども、ハイパトロフィーっていうのは病理所見でハイパトロフィーと書かれているものがここに、リストアップされて並べられるということをしています。で、結果をまたダウンロードする場合には、ここにその、ダウンロードするボタンがあるので、ここからダウンロードすることができます。で、ダウンロード形式が、いくつかちょっと選べるので、必要な形式でダウンロードしてもらうということをします。で、選んだものからこの表から実際にその画像の情報を見に行くときには、ここにちょっとこれも見にくいんですけども、パソロジカルイメージという実はここに書いてあるんですけども、実際に画像の情報を見に行きたいときにはこれをクリックをするとこういった画面にまた飛んで、ここの中の特に、ここのサムネイルのところを選ぶとちょっと図が拡大してどういった画像なのかということを、確認することができます。で、この下のところにあるダウンロードのところを選んでしまうと実際にそのダウンロードが始まってしまって、この場合非常に大きなデータなので、時間がかかったりするので今回の講習会ではやりません。ちょっと時間の関係、もし時間があればやってもいいけど、いや、ちょっと私の方で画面で紹介するので皆さんはちょっとその、スライドの、画面の方をちょっと見ていてください。ちょっと繰り返しになりますけども、今のその OpenTG Gates を使った、
解析、検索の例を示しておこうと思います。アーカイブというところから、ここまで入れるともう実際に3件まで絞り込まれちゃうんですけども、ここでここを押すと先ほどのそのデータベースの紹介のページの方にことになります。でダウンロードを押すと、でデータをダウンロードする一旦手前のページになっていて、先ほどこれスライドでお見せしたものなんですけども、ここの中の病理情報という情報についての、内容を確認するとともにダウンロードする場合にはこちらを選んでもらって、そうするとこういう形式でデータが入っています。でこれは、この、実験の番号みたいなのが入っていて、コンパウンドネームというのが入っていて、要はこれは、170種類の化合物の一つなんですけども、この化合物を与えたときに病理所見として、病理所見がどういったものであったのかというようなことがまとめられているデータベースなんですけども、ここで、例えばハイパトロフィーみたいな、するとここで絞り込まれるような形になっていて、その中で例えば器官の名前が、肝臓とか、その他の器官なんかあるんですけど、例えばこの画像を見たい場合にはパソロジカルイメージっていうのが欄があるので、これを見てもらって、でここを選んでしまうとデータがダウンロードされてしまうんですけども、ここを画像のところをカーソルを合わせてクリックをすると、こういったちょっと拡大された形でその、切片の、画像が見られるようになっているというようなものです。そうですね、あとアーカイブについてはデータを利用する立場からご紹介をしましたけども、データを、皆さんが作られたデータを私どもに帰宅していただいて、私どもの そのアーカイブの中でデータを公開するということも、やらせていただいています。で特にやはりその、データベースを長期にわたって継続して運用していくというのは非常に大変だと思われますので、特にそのデータの更新等が行われなくなったものに対しては、特に私どもの方にデータを預けしていただければ、先ほどのアーカイブというサービスの中で恒久的にデータの公開をさせていただきますので、もしそういったご要望があるようでしたら、また NBDC の方にご相談ください。下にその URI も書いてありますので、こちらにご相談いただければと思います。であと残りも5分ぐらいしかないので、駆け足になりますけれども、4番目、人に関係するデータ関連のサービスということで、これまで紹介したデータベースというのが、あまりその人の情報に関係するものではないものを取り扱ってきたんですけれども、やはり人のデータを取り扱うにあたっては、プライバシーの情報とか、通常 の, そのデータベースの管理とか、運用のガイドライン、方針ではなかなか、問題があるというようなことで、人を対象とした新しいデータベースを、私どもの方で、構築して、今そのサービスの提供を始めています。で、人データベースの入り口なんですけども、このポータルサイトに人データベースというのがあるので、そこから入っていただければいいということです。で、その人データベースの基本方針ですけども、人に関係するあらゆるデータが対象になっています。マイクロアレの情報もそうですし、自在シーケンサーの情報もそうですし、人に関係するデータ全般を一応対象にするということを目的として作っています。
で取り扱うデータなんですけども、匿名化された情報のみを私どもが受け取ってそれを、データベース化するというものです。データの提供とか利用に関する審査は NBDC の方で実施を、します。でその、社会的な理解とか指針の変更に柔軟に対応してそのデータの、公開の方針等をしていくというようなものです。で公開されているデータについてはまだ、オープン化されたものが6件、制限公開のデータが15件というようなことで、まだちょっとまだ始まったものでもうどんどん増えているところなんですけども、徐々に大きくなっていくデータベースかと思います。でこの人データベースは、大きく3つのデータのタイプに分けていて、どういうふうに分けているかというと、ウェブサイトから制限なく公開できるオープンデータというようなもの、これはその集団の統計値であるとか特定の個人由来ではない、ものであるというようなことで、オープンにしても特に問題ないだろうと、要はプライバシーの情報を含んでいないというようなものがオープンデータとして制限なく公開されています。で一方で、公開に制限を持つものがありまして、やはり個人ごとの情報についてはこれはその、一般公開という形ではなくて、NBDC の人データ審査委員会で審査をさせていただいて、それに基づいて、データを公開させていただくというような制限公開のデータがあるのと、あと公開待機のデータというのは例えば論文発表する前であるとか、あるいは、特許を取るとか、そういうような時に、場合のデータに対して一定期間の、待機を経た後公開を、公開を前提にするというような、ことで、データを受け取るものです。でこれは人データベース、共有の仕組みを表した図なんですけども、まず、データベースデータを提供する人の場合なんですけども、要はその研究者の人が、人を対象にした研究をして、論文を発表する場合にその、データに対して、ID を取らなきゃいけない、遺伝子とかゲノムとかそういったものに ID を取らなきゃいけないというようなことがあると思うんですけども、それを、私の方で ID をつけてお返しするというようなことになるんですけども、そのための流れをちょっと示しますと、まず、NBDC の 人データ審査委員会の方に申請をしていただいて、もちろんそのデータを取るときに本のコンセントがちゃんとどうなっているかとか臨時審査の方を、各提供者の、所属機関の方でちゃんとしていただいた後申請していただいて、人データ審査委員会の方で承認という形を経て、この人データベースの方にデータを送付していただいて、公開時期であるとかデータの分類等を相談させていただくというような流れになっています。そしてこの ID を付与されることによって、この提供者の方がまた論文で、その ID を、記すことができるようになるというようなことです。で一方でデータを利用する立場からしますと、また同じように人データ審査委員会の方に申請をしていただいて、こういったその研究に対する経験があるとか、そういったことが多分審査の対象になると思うんですけども、そういったことを承認を得ますと、このデータベースの方にアクセスする権利を得て、実際にアクセスしていただいた後利用状況をまた人データ、審査委員会の方に、年に1回あるいは、その終了したときに報告してもらうというような流れになっています。で人データに関しましては、そのやはりそのアクセスの、セキュリティの問題をしっかりしようということで、制限公開のデータの中でも標準レベルのセキュリティと、より厳しくしたハイレベルのセキュリティのものというのがありまして、特にその、ハイレベルのセキュリティのデータを、取り扱う場合には入室管理等の、ことを求めるというようなことも条件に入っています。ちょっと人データに関しましてはちょっと駆け足になってしまったんですけども、もし、詳細な情報を知りたいとか、自分もこういった人データを取り扱っているんだけどもどういうふうに扱っていいかということはまた後ほどお問い合わせいただければと思います。で、最後になると思うんですけども、その他のサービスについてご紹介をします。これがこのポータルサイトなんですけども、その中で特に人気のあるサービスについて3つ、これもちょっと駆け足になってしまいますけどもご紹介をします。で統合テレビというサービスがあって、これは先ほどの内藤さんの、プログラムの中でもちょっとお話が出たと思うんですけども、データベースのとかツールの使い方を動画で説明したもので、動画の件数今860本以上になっていますので、おそらくもうちょっと900件以上あると思うんですけどもなっています。要は YouTube とかそういったその動画で見れるようなものになってまして、
まあ、非常に特に人気の高いコンテンツになっております。次はその新着論文レビューというものなんですけども、これはその日本語による英語論文の解説記事で、ネイチャーサイエンスのトップジャーナル掲載記事の中から、第一著者が日本人のものについて著者本人の方に、解説をお願いして書いたものを、書いていただいたものになりまして、これもその、今、830個以上あるというふうになってますけども、再利用が図とか文章が再利用可能になっていて CC BY というような形で配布しています。であと、ライフサイエンス融合、領域融合レビューというものがありますけども、これはその分野学問の分野領域を対象とした日本語のレビュー記事になります。これに対しても今も、数十本以上のものが掲載されていて、同じく CC BY という、利用許諾で、配布をしています。で各そのサービスについては先ほどそのポータルサイトの方からたどれるようになっているので、詳細に対してはまた見ておいてください。でちょっと最後になりましたけども、まあ、データベース統合の、まあ、現状と今後の、見通しについて、最後に簡単にご紹介しますと、まあ、これまで国内の場合には、まあまあ、こういった主にライフサイエンスの分野ですと、4つの省が、まあ、それぞれ、ファンディングをしてそのデータの成果をデータベース化するというようなことをしていて、その、まあ、省庁間のあまりその連携が取れていないということで、どこにどんなデータベースがあるのかわからない、成果があるのかわからないということがあったんですけども、それをやっと取りまとめていこうというようなことで、NBDC が今中心となって、その成果をまとめるというような取り組みをしています。であとデータ共有に関わるワークの課題というのことをこれまとめていました。で詳しいちょっと説明は割愛しますけども、まあ見ていただくと分かるように、まあ、非常に大きなまだ問題が、あって、特にその一番上に書いてあるデータ共有に関係する国レベルのルールとかガイドラインを欠如していると。でデータ生産者の人が自分が、獲得した資金だから自分が個人で 使えばいいと、他の人に見せる必要はないというような考えを持っておられる方もまだたくさんおられますし、また一方でそのデータを公開する人に対するインセンティブというのがちゃんと明確になっていないということが、まあ、データの公開を、まあ、妨げているというか、うまく進んでいないというようなことなので、そういった、まあ、ルール作りみたいなことが必要ではないかということが今議論が進められています。で詳しいところはまたこれを見ながら見ておいてください。はい、ちょっと駆け足、最後駆け足になってしまいましたけれども、私のその、ブログの内容を終わりたいと思います。以上です。